皆さん、こんにちは。再びミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今回の動画では、1万円のギターと30万円のギターを弾き比べてみようかなと思います。というのも、皆さんからよくいただく質問として、高いギターと安いギターで何が違うんですか？どう違うんですか？そんなに違うんですか？という質問がよくあるんですよ。なので、この動画の中で高いギターというのはこういうものなんだと、安いギターというのはこういうものなんだなんていう話をさせていただこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。もちろん、音も鳴らしていって、弾き比べとかもしていこうかなと思いますので、楽しんでいただければと思います。それではまず2本のギターを紹介しよう。まずは1万円代表、フォトジェニック。他の追蔵許さぬキングオブ安ギター、この安ギターにかなうものはいないっていう感じで。フォトジェニックの ST180 というギターでございます。まあ、現時点でこれよりも安いギターはもちろんあるんですけれども、やっぱりその生産台数とか玉数とか販売台数、あと知名度に関して言えば、本当もピカイチでございます。まさにキングオブ安ギター、キングオブ安ギターの称号を授かるために生まれてきたと言っても過言じゃないぐらい、このギターが安ギターというカテゴリーを作ったと言っても過言じゃないぐらいに、もうすごいキングオブ安ギターです。本当もこれの右に出るものはいないです。ちょっとロゴが昔のやつなんですけれども、まあ、フォトジェニックの ST180 というギターでございます。これがまあ1万円のギター。だいたいお店で買おうとすると1万円でお釣りが来るかなくらいの価格って感じですかね。で、それに対してこちら、30万円のギター代表、すでに分かった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、バンザントでございます。バンザント STV-R2 というギター。なんと、この定価が29万7千円と、高って感じですよね。29万7千円。29万7千円。まあ、すごいこの極薄スラッカー塗装仕上げとか、このすごい素材をこだわり抜いたネック、加工にすごいこだわりを持ったネックみたいな感じで、で、このヴィンテージ加工とかもされているので、このちょっとね、このレトロ感といいますか、使い古された感とかもいい感じになっておりまして、まあ、すごい、まだ買って3、4年くらいなんですけども、すごいくたびれ感になっております。まあ、僕は酷使しているというのもあるんですけども、買ったばっかとは思えないぐらいくたびれ感が半端ない。まあ、そんな感じのギターでございます。僕が買った車よりも高いギターでございます。一応、まあ、新品定価が29万7千円だけれども、お店で買おうとすると25万円くらいで多分買える感じのギターですね。なんでこんないいギター持ってるんですかね。ちょっと僕は自分で疑問なんですけれども。まあ、そんな感じです。こちらはその高いギター代表でございます。30万円ちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、1万円代表、30万円代表という感じで、この2本のギターを弾き比べていこうかなと思います。さあ、じゃあ、音を鳴らしていってみましょう。音を鳴らす環境としては、普通にこのベルデのシールドで、今回はホットーンのこのグラスという非常にエフェクターを通し、で、ローランドのこの AC なんとかっていうアコースティックアンプにつない AC33。というアコースティックアンプにつないで、アンプ側はフルフラットで、音を一切加工せずにお届けしてみようかなと思います。で、皆さんにちょっとお願いといいますか、ご提案なんですけれども、パソコンから見ていただいている方は、ちょっとこう画面をポチッと電源切っていただいてもいいですか。スマートフォンからご覧いただいている方は、画面をちょっとこうパタッと伏せてご覧いただいてくださいませ。別に好みですけれども。まあ、その音声だけ聞いてね、どっちのギターかなってこう想像したりとか、このギターはどの音がするかしらなんて、なんかそんな感じでやってみると面白いかなと思った次第でございます。それでは、今から画面を消してください。この映像を見ないでください。いきますよ、いきますよ。それでは、スタート。さあ、どっちから弾き始めようかなみたいな。あんまり考えたいんですけれども。じゃあ、ちょっとこっちから行ってみましょうかね。こちらから。普通にシールドを挿しまして、アンプの電源を入れまして、まずフロントから鳴らしていってみましょう。音はそのままクリーントーンで鳴らしていきます。こんな感じ。ちょっとコードで弾いてみましょう。
こんな感じの音です。フロントにしてみます。それではもう一本のギターの方に行ってみます。まだ画面を見ちゃダメです。あ、やべ。まだ画面を見ちゃダメです。もう一本のギターに行ってみます。どうでしょうか。こちらもフロントピックアップとリアピックアップの2つで、ちょっと音を鳴らしてみようかなと思います。まずはフロントから。フロントにしてみます。さあ、どうでしょうか。では、ちょっと画面を伏せていただいていた方は、ちょっとこちらから画面を見てみてください。よーい、スタート、バーンっつって、こんな感じで、今弾いたのがバンザントでございました。最初に弾いたのが、まあ、フォトジェニック、安い方のギターということです。どうでしょうか。音声だけ聞いてみた方、なんかこう自分の感性と合っておりましたでしょうか。まあ、正直、家のこの小さいアンプで鳴らすような小音量でギターだけで弾き比べても、そんなに違いがわからないと思います。まあ、違う音だなというのはわかると思うんですけれども、こっちがいい、こっちが悪いという判断はつかないと思います。こういうのの、その、ね、実力が発揮されるところとしては、やっぱりそのミッドの出方とか、その音の抜けとかなんですよ。そのバンドアンサンブル、ドラムがいて、ベースがいて、キーボードがいて、ボーカルがいて、その時にこうジャーンとやった時に、どんだけその前に出てくる音かというのが結構大事な要素だったりとかするんですよね。ちょっとフォトジェニックの方からもう一回弾き比べていってみましょうか。ちょっと意識して聴いてみればわかるかなと思うんですけれども、こっちすごく抜けが悪いですよ。抜けが悪い。特にこのフロントにしたときのこのちょっとべちゃっと潰れてしまっている感じ。この1弦と2弦があんまり前に出てこない感じ、わかりますかね。バンザントの方も行ってみましょうか。バンザントの方もフロントピックアップにして、ちょっと弾いてみます。音の抜けが全然違うと思います。1、2、3弦のその音の出方。なんとなくいいことが分かりますでしょうか。フォトジェニックの方だと結構その6本の弦が1つにグワシャーって固まってしまって、ちょっと潰れている感じがすると思うんですよ。それに対してバンザントの方は1つ1つのとかすごいくっきり出ているというか、すごい聞き取りやすいと思いませんか。ちょっともう一回、もうちょっと弾いてみますと。
こんな感じで、それぞれ1、2、3、4、5、6弦のそれぞれの弦がここにはっきりとなっているのが結構わかるかと思います。でも、まあ、そう言われて聞き比べると、まあ、そうかもしれないなみたいな感じだと思うんですけれども、なんとなく違いをわかっていただけましたでしょうか。まあ、これがさっきも言った通り、バンドアンサンブルにこの参加したとき、もしくはその宅録とかでパソコンとかで録音したときに音の聞こえ方が全然変わってくると。まあ、よく聞く言葉としては、音抜けが悪いとか、音が潰れてしまうとか、まあ、そういった現象があるかと思うんですけれども、単純にそのギターの作りだったりとか、そのピックアップの性質にちょっとこう癖といいますか、難があったりする場合が多いんですが、まあ、単純に安いギターと高いギターをガッと比べてみると、こんな感じです。まあ、ちょっとここだけで終わるのも少しもったいないので、もうちょっと弾き比べていってみましょうか。ちょっとこのホットトーンのグラスという歪みエフェクターを使って、軽く歪ませて、弾いていってみようかなと思います。ピックアップをリアにして、ちょい軽く歪ませる感じで。多分こんな感じで軽く歪ませて弾いていくと、高い声分と低い声分は、こっちのギターはあるんですけれども、この真ん中ら辺の音がなかったりとか、もしくはその高い声分がちょっとこう少なくて、またこう音がブクシャッと潰れてしまった印象になるかと思うんですが、ちょっと聴き比べてもらっていいですか。フォトジェニック行ってみましょう。軽く歪ませてカッティングしてみます。バンザントの方に行ってみましょう。ちょっとできるだけ同じフレーズを弾いてみようかなと思います。音のはっきりする具合が違うと思います。こんな感じです。どうでしょうか。こっちの方がなんかまとまっている印象がありますよね。その真ん中ら辺もしっかりあるから、その一つ一つ音が聞こえてくるし、すごいクリアに聞こえるし、まとまっている感じがすると。もうちょっと弾いてみましょうか。今度はフロントにして。同じようなフレーズをまたフォトジェニックでも弾いてみましょう。また同じようにピックアップを音とリアチョイスして鳴らしてみます。何弾きましたっけ？あ、カッティングですね。こんな感じの印象です。やっぱりちょっとこのスカスカする感じというか、そういうのがわかるかと思うんですが、どうでしょうか。もうちょっと歪ませてみましょうか。もうちょっと歪ませて。なんかもうちょっとタウンっぽく弾いてみましょう。どんな響きがするでしょうか。
通にストラトが歪んだって感じですけれども、同じストラトですけれども、ちょっとこの聞こえ方、性質が違うと思います。やってみましょう。どうでしょうか。結構人によっては、もしかしたらこっちの音の方が好きっていう人いるかもしれないですね。それはそれで全然ありだと思います。ただ、さっきも言ったように、その録音したときとか、バンドアンサンブルのときに、さあ、出音はどうなるでしょうかみたいな、そういうところもあるので、そういった場合に、やっぱりその高いギター、作りがいいギターの方が優秀といいますか、ちょっとこう軍配が上がることが多いかななんていう感じでしょうか。ちょっといろいろと音を弾き比べて、はあ、なるほどね、そういうこともあるのねと、ためになったところで。ちょっとギターのお話をさせていただこうかなと思います。ついでに。お、今回もすげえ投げ。まあいいでしょう。まあいいでしょう。そもそもギターって、なんかこう、ピン切りといえども、ちょっとピンと切りすぎねえかと思いませんか。ね、片や1万円で買えるギターがあるのに、片やは何千万とかあったりとかして、まあどういうことだと思うと思うんですけれども、とりあえず100万円とか200万円とかを超えてくると、そのヴィンテージとか、あとすごいもうね、その彫刻とかが入ってたりとかして、別の意味の価値が多いことが多いので、200万円以上のギターは、ちょっとこう別物と考えた方がいいかなと思います。例えば、そのすごい昔に作られたストラトキャスター、もうそれはね、昔に作られたわけですからね、今からそれを作ろうと思っても無理なわけじゃないですか。その50年とか60年の月日が必要になるわけですよ。で、その50年とか60年の月日を今から作ること、生産することは不可能だから、じゃあどうするかっていうと、価値を上げてお金で買うっていうふうになっていくわけなんです。だから、昔は20万円くらいで買えたギターも、10年とか20年とか経ったりとかすると、どういうわけか300万、400万で取引されると。それは単純に好みとかが、かなり左右するので、別に3000万するから、2000万するからいいギターというわけではなく、それしかないから、仕方なくそういう値段になっているという感じなわけです。なので、200万円以上、100万円以上ですかね。ちょっとその辺から上は、ちょっと除外と考えたほうがいいです。とりあえず1万円からスタートして、そうですね、1つの目安として5万円。で、10万円。以上って感じですかね。で、上限としては、30万円ぐらい。まず1万円のギターに関してなんですけれども、もうこれそうなんていうんですか、すごいこう手間を省いて作られております。当たり前ですけれども、そのコストをできるだけその排除して、できる限り安くと。この時代のフォトジェニックでしたら、もうほぼ間違いなく中国で作っておりますし、その木材に関しては、そんなに厳密に選定をせずに、とりあえず形があればいい、とりあえず音が鳴ればいいみたいな、イメージで作られているので、やっぱりその作りがあまりよろしくないことがやっぱり多いです。というか、1万円のギターにそこまで期待をする方が間違っているので、これはこれでありって感じですよね。で、1万円から、そうですね、5万円、10万円くらいまで、割とお値段に比例して作りがどんどん良くなっていきます。10万円くらいまで出せば、そこそこ作りが良かったりとか、その木材、いい木材を使ってたりとかするので、結構安心って感じですね。なので、この辺に僕のいつも、3万円から5万円くらいのギターを使ってくださいって言うと理由がありまして、1万円とかだと当たり外れがすごく大きいので、ちょっとお値段に比例していいギターを買ってくださいという意味なんですよ。3万円、5万円くらいになってくると、だいぶ外れが少なくなってくるので、そのギターはやっぱり使ってほしいなと僕はすごく思います。1万円のギターとか、ダメとは言わないですけれども、初めてのギターとしてはちょっとお勧めできかねるという感じです。できれば10万円とか出してほしいですけれども、いきなりね、初めてギター触ります、初めてのギター買います、じゃあ10万円ポンとはいかないので、そこまでは言わないですけれども、でも10万円とか出したら本当はベストですね。で、そこから上、なりになってくると、だんだん作りは良くなっていくんですけれども、その単純にあんまり取れない木材とか、その高級木材っていうんですか、あんまり使えない木材を使ってたりとか、あんまりこう取れない材質を使ってたりとか、あとピックアップがすごい有名な人を作ってたりとかして、そんな感じのプラスアルファのオプションがあって、30万円ぐらいまでのギターがあるかなという感じです。で、30万円を超えてくると、いよいよ、作りどうこうじゃなくて、好みの話になってくるかなという感じです。作りどうこうに関しては、もう30万円を超えて、30万円くらいのラインになってくると、もう外れはほぼないと思って大丈夫なので、
あとはまあその個体差も含め、どのくらい自分に合うか、マッチするか、どのくらい好みに合うか、そういうのが大事になってくるかなという感じです。で、まあ、1万円と30万円、そんな感じでお値段の開きが出てくるわけなんですけれども、まあ、30万円くらいになってくると、ほとんどハンドメイドなことが多いんですよ。で、ギターって楽器ですけれども、道具ですけれども、結構この工芸品に近い趣があるんですよね。工芸品。その、タンスとかテーブルとか椅子とか、そういったものです。結局はその木部加工なので、その木を扱う職人さんがいて、その人がすごい丹精込めて作っていって、で、美しく仕上げるみたいな。だからそんな趣が強いんですよ。例えばこのバンザントに関してもそうですよね。ちょっと電源を切って。まあ、この材質、まあ、木の材質があるじゃないですか。普通にこの木がありますよね。その、どこ原産どこだかわかんないですけども、まあ、こう木がありますと。バババババババーン。モリ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 。まあ、こんなフォルムしないかもしれないですけどね。で、そのギターに適する木材が、この一本の木のどこから取れるかっていうのは、本当、それは経験って感じなんですよ。この辺から取ればすげえいいものが取れるかもしれないとか、この辺から取ればすげえいいものができるかもしれない。でも、その辺は一回取ってみないとわかんないと。しかも、取った後に、あ、これダメだったってなった場合、どうしたらいいかっていうと、基本的に破棄になってしまうんですよ。なので、その木にすごい詳しい職人さん、ギターをたくさん作ってきた職人さんが、この木のこの辺を取ると、すごいいい音がするギターの木材が取れるかもしれない。という勘で、取って出てるわけです。で、まあ、そういい材質が取れましたと。で、それをこう加工するのはもちろん職人さんの手によるわけですよ。普通にこうね、ブイーンブイーンってこのカッターみたいな、ノコギリみたいなので切って、で、一つ一つこう手で仕上げたりとかして、で、こういうネックと、ポケットって言い方するんですけども、ネックとボディのこの接着部分とか、まあ、この辺とかもすごいこだわりを見せるわけです。ストラットとかの場合はセットネックになっているので、まあ、このネックというパーツが、ボディというパーツに乗っかっているわけです。で、ネジで締められていると。この弦の振動、ネックのこの全体の振動をできる限りボディに伝えた方がいいとされているので、まあ、もちろんここはべったりくっついていた方がいいんですけれども、このべったりのこだわりっぷりが半端ないんですよ。この高々が10センチとか2センチとか、そのぐらいの幅ですけれども、できる限り、できる限りちょっとでも多くボディに振動を伝えるためには、ネックの形をどうしたらいいのかというのを、職人さんはやっぱその肌で、手で、体で覚えていまして、そういうのをこう一つ一つ仕上げていくわけです。そうすると、まあ、しっかりとこう、ね、ボディ全体がなるようないいギターが出来上がると。バンザントとかはね、本当作りがいいから、まあ、この辺をつかみながらこうバーッと鳴らすと、もうすごい揺れているのがわかるんですけれども、まあ、さっき言ったその1万円台ギターの外れのギターとかを、こう持った状態でバランス鳴らしてみると、ここが全然振動しなかったりとかします。で、このボディ全体の鳴りが最終的にその音の良さにつながっていく、完成度につながっていくわけでございます。で、さらにもうちょっと言うならば、まあ、加工してその形ができて、あ、ギターっぽいシェイプが出来上がりましたと。このバンザントに関しては、極薄ラッカー塗装という塗装になっておりまして、これがまたすごい加工の面倒くさいものなんですよ。普通にこのポットジニックのこういうのとかはポリ塗装っていって、まあ、結構分厚いんですよね。分厚いので、このボディをフックにこうだーっと垂らして、バシャーッと塗れば、まあ、大体 OK なんですけれども、このラッカー塗装の場合はそのすぐムラが出てしまったりとかするので、結構慎重に塗らなければいけないと。本当にもう、何ミリって言ったらいいんですかね。本当、爪よりも薄いです。僕の爪より薄い塗装。でございます。で、こういうのを慎重にパパパパッと拭いていくと、塗装が薄ければ薄いほどいいっていう人もすごく多いので、ボディの振動が邪魔しないから塗装は薄いほどいいという人もいて、まあ、そんな感じでその極薄のラッカー塗装に仕上げられていると、かといって塗装がないほうがいいじゃんというわけにもいかないんですよ。やっぱ木なんで、その湿気を吸ったりとか乾燥しちゃったりとかしてしまっては困るので、それから保護する意味で塗装はやっぱり必要。けれども、できる限り薄いほうがいい。じゃあ、どうしたらいいか、めっちゃ薄く塗ろう。っていうふうになっていくわけです。まあ、おかげさまで、こっちのバンザントの塗装はですね、この辺がボロボロになって、まあ、僕はもうすごい涙ですよ。おかげさまで。いいギターなんですけれども、この辺すごく、とてつもなくショック。という感じです。で、もうちょっとこの木材の話をしていきますと、
まあ、木じゃないですか、元の材料としては。だから、その木から木材を取りました。で、それを加工しました。ギターのシェイプが出来上がりました。で、それでネックとかも加工して、塗装もし終わって、アッセンブリーも乗っけて、完成です。ってなったときに、ある程度木はやっぱり生きているので、湿気を吸えばもちろん膨張しますし、乾燥すれば縮小するわけです。経験豊かな人はそこまで見極めるんですよ。この木材を取って、あ、これはいい木材だ、はい、終わりじゃなくて、この木材は3年、4年、5年、6年、もっと言えば10年、20年、経った後にどういう表情になるだろうかと。そこまで見極めて、あ、ちょっとパッと見この木材はいいかもしれないけれども、10年後ぐらいなんかちょっとダメな水だから、これはなしという感じで選定をしていくわけですよね。そんなのをずっとこう繰り返している職人さんが作ったギターって考えたら、まあ、1万円ではちょっとなんか申し訳ないというか、ちょっとまあそれは無理だという感じですよね。まあ、30万円とか40万円とかするギターに関しては、そんな感じで職人さんの手による加工だからこそ高い値打ちがついているという場合がすごく多いです。まあ、かといって別にその LINE で生産されているような1万円とかのギターが悪いというわけじゃないですけどね。それぞれそういう性質を持っているということです。なので、まあ、そのよくいただく質問、結論です。よくいただく質問として、その安いギターと高いギターというのは何が違うんですかという質問がありますが、もうギターの形はしているけれども、ほぼ別の商品だと思ったほうがいいということです。安いギターは安いギターでちゃんと形してますし、ギターの形してますし、ギターの音は出ますけれども、やっぱ職人さんの手で作られたギターとはやっぱ比べてはいけないような存在ですし、言葉は悪いですけれども、僕はその安いギターに関しては、ギターの形をした何かという言い方をしているんですが、また違う商品だと、違うものだと思ったほうがいいかなという感じです。なんとなく納得いただけましたでしょうか。なんかもうちょっと話したいことあったんだけど、なかったっけかな。いっか、もう30分ぐらいできたからやめましょう。終わりにしましょう。それではさよなら、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。おはは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 。